皆さんこんにちは、ニューロン TV のお時間でございます。はい、ではね、第3回モデリング講座やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、自分で作ったモデルにテクスチャーマッピングをしていこうという内容になります。で、テクスチャーマッピングとは何ぞやかと申しますと、3次元コンピュータグラフィックスで作成されたですね、3モデルの表面に質感を与えるための手法、それがテクスチャーマッピングというものになります。今回ですね、少ないポリゴン数で作ったものにそのテクスチャーマッピングをすることによって、それがよりクオリティの高いものにかのように見せる、そういう技法を伝授していきたいと思います。で、今回ですね、作るものはこちらになります。はい、皆さんご存知、モンスターエナジーでございます。別名、マザイですね。はい、私も結構よく飲みますよ。本当に動画編集とかね、しんどい時にちょっと1本飲んじゃいます。で、今回はそれを作っていくんですが、結構ですね、簡単にできちゃうので、本当初心者っていうか超初心者向けの講座内容になっております。はい、皆さんも一緒に作っていきましょう。はい、ではモデリング始めていきます。はい、それでは、マザイちゃん作っていきましょう。ではブレンダーを開きまして、まずですね、このキューブを X で削除します。そしたら、フロントの、平行投影にしましょう。で、早速ですね、下絵を入れていきます。先ほどの、ダウンロードしたファイル、下絵をですね、ポッと入れるとこんな風に出ますね。はい、そしたら、このですね、モンスターエナジーのアウトラインに沿ってモデリングしていきます。では Shift A でメッシュの円柱を出してみましょう。で、マグネットツールね、一応押しておきましょう。このがね、正確にできますので。そしたら、オブジェクトモード、タブを押して、編集モードにします。で、S で拡大して、アウトラインに沿って、モデリングしていきます。Z でね、こちら押して、このワイヤーフレームにすると、下絵も見えるので、この方がいいですね。で、これで、シフトをしながらで微調整して、はい。そしたら面ですね、面を選択します。こちらかもしくはコントロールタブで面を選択してください。はい、そしたら上から作っていきましょう。ニューッと、はい、矢印を押すかもしくは G の Z で、G で掴んで Z で、 Z 軸ですね、こんな風に動きますので、もしくはこの矢印を動かすのどちらかで、引き伸ばします。はい、そしたら、E を押して押し出しをします。 S で縮小してあげて、よいしょ、これぐらいがいいかな。まあざっくりでいいよね。じゃあ今度は蓋ですね、これぐらい上げて S で拡大と。はい、今こんな感じでございます。そしたら今度は、こっちの下の面ですね、クリックし選択して、右クリックで選択してあげて、矢印をピーッと伸ばします。あ、ワイヤーフレームしますか。そしたら、押し出しでここまで下げた後に、ここまで下げた後に、よいしょ、で縮小、微調整はシフトをしながら、はい、これで、モデリング完成でございます。はい、早いですね。じゃあ今度は今回のね、講座の、一番のメインとなるテクスチャーを貼っていくとこやっていきましょう。まずはですね、ここちょっと伸ばしてもらって、このオレンジと灰色と白の、このボールを、これマテリアルなんですけど、これをクリックしてもらって、まず、新規を押します。で、マテリアルが一つ目できました。で、もう一個、プラスを押して、新規します。で、最初ですね、これは、テクスチャーを貼るマテリアルなので、名前入れていきましょう。テクスチャーと。これでいいですかね。あ、ちょっとスペル合ってるかな。これは、じゃあ、蓋の部分なので、蓋と入れましょう。で、蓋はですね、一回 Z を押してもらって、ワイヤーフレームで、この白い部分ですね、ここだけなら、選択しましょう。ここをピーッと。
こんな風にして、今やったのは、C を押しながら、C を押して、マウスのボールを転がすですね。こんな風に選択する部分が拡大したり縮小したりするんですよ。で、これで、このポリゴンを左クリックを押しながら伸ばしてあげると、こんな風に複数選択され、で、逆にボールを押しながらドラッグを動かすと、こんな風に、消すことができます。で、右クリックで確定という感じですね。これをすることによってですね、あと、このワイヤフレームすることによって、裏面もちゃんとこんな風にしっかり選択されるので、こうやって、複数選択したいときにとても便利です。C ですね。C のキーを押してから、複数選択と。はい。ということで、ここは、割り当てをしてあげます。で、こっちですね。テクスチャーの方。ちょっと一回、よいしょ。蓋の方だけちょっと選択してあげて。こちらのですね、この赤白のしましまを押して、新規と。はい。そしたら、開くで。ファイルの中のテクスチャーを開きます。はい、こんな風にプレビューで見えますね、テクスチャーが。そしたらですね、まずは上の蓋、こちらをですね、テクスチャー貼っていきたいので、まず U の、U を押してください。そうすると UV マッピングの出てきますので、こちらでさまざまな展開方法があるんですが、投影方法ですね。あるんですが、今回、使うのは、まず展開をしてもらってですね。あ、その前に、ここのキューブを押して、UV 画像エディターですね。こんな風に、まあ、今出てるんですけど、UV マッピングをこう手動で行う際ですね。一回テクスチャーここにポンと入れてあげて、はい、こんな風に。今ちょっと楕円なので、もう一回、3DB に戻します。で、U で、展開と押してあげて、こんな風ですね。はい、できました。で、まあこれもモデリング同様、S で拡大縮小して G で移動、掴んで移動するみたいな形なんですが、じゃあ一回 S でちょっと縮小します。大雑把に。で、 G で移動させて、コントロールを押しながら、ドラッグしますと滑らかに動きます。で、 S でちょっとシフトをしながら、コントロールを押しながらで、はい、こんな風にですね、できたら 3DB に戻って、まあ、これだと見えないので、マテリアルにしましょう。まあ、これでも暗いですね。テクスチャーがあったことがわからないので、このランプってところですね、ここのボタンを押すと今ポイントになってます。ここだけが今、これがランプなんですが、ここだけ今光っていて、ポイントだと一部の部分にしか光らないので、これをヘビにしてあげると、こんな風にですね、マテリアル全体が、光って影ができないようになります。はい。で、今、ここは展開してないので真っ黒ですね。こんな風に上の蓋ができました。はい。では次、この側面ですね。やっていきます。じゃあ今、ランプが選択されてるので、今度はこっちですね。で、タブを押して編集モードと。そしたら、側面。C を押して、左クリック、長押しで。はい。この黒いポーチですね。今、面になってるんですが、この黒いポーチをね、に合わせてこう、クリックしてあげると、選択されます。そしたら、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。多分、そうですね。まだなってないので、ここに、テクスチャーを入れてあげて、はい。そしたらもう一回 3DB 持って U を押して、今度はですね、円筒状投影っていうのがある、これをクリックします。そうしましたらこんな風にできて、ちょっと長いんですけど、ここから手動で UV マッピングしていきます。はい。そして今度はここをですね、頂点今選択されてますね。そしたら一回右クリックでここを押してあげて、 C で左長押しペアとやっていきましょう。はい。そしたら、G で動かします。はい。こんな風に。あ。で、ここのところはいらないので、このハイロイルの上ですね。よいしょ。で、微調整の場合はコントロールをしながら。はい。まあ、こんな感じで。下はいいでしょう。で、上ですね。これも、
一回じゃあ右クリックしてあげて、こっちもね選択された状態になっちゃってるからね。で、C を押して左クリック長押しでパーッとここも、ちなみに今頂点が選択されてます。はい、ここですね、今頂点になっております。で G を押して縮小してあげると、はい、こんな感じですね。でちょっとまだ隙間があるので G を押してコントロールで微調整、はい、上はこんな感じでいいですかね。そしたら最後に C を押して左クリック長押しで、この中央のこの一本の線は右クリックか、G を押してここですね、よいしょ、この辺りでよいしょ、はい、まあ、この辺りに来るように、この文字のねが中央に来るような感じでお願いします。これで一回 3D ビュー戻ると、待てる、はい、こんな感じでできました。はい、あと最後忘れなく、下の面ですね、下のここです、よいしょ、で Z にしてあげて、こう C でもう一回バーッと複数面を選択して、先ほどまた多分これでね、待って、なんかテクスチャがね毎回外れてしまうので、これはちょっと何回かやっていかないといけないんですけど、でもう一回これで、今度は U で、展開ですね。この U で UV マッピング、まあいろいろ展開方法があって、これいろいろ展開方法が異なるので、さっきの円筒状だとああいう風になったりとか、自分でね、いろいろやってみるといいですよ。本当に面白いので、工夫次第ではね、いい感じにテクスチャー貼れたりとかして、はい。今回は、まあこの円筒状投影、側面の部分と上と下の蓋は展開で、いきます。で、展開と、はい、ではこんな感じになりました。で G で移動して、はい、 S で縮小とコントロールしながらで微調整して、またコントロールしながらで微調整移動と、はい、ね、慣れないうちは大変ですが頑張りましょう。私も結構最初の方は苦戦しました。でそしたらもう一回マテリアルにしてあげて、はい、こんな感じです。あ、落ちちまった、あれですね、ここが今ここの部分がよく見てください、ここでテクスチャーが貼れてないの分かりますか。これ多分マテリアルがこっちになってるんですよ。なのでこれで、割り当てをしてあげましょう。はい、そうするとこんな風に、ね、できるので、こんな風にちゃんとマテリアルが違うとその部分だけテクスチャーが貼れてないなんてこともあるので、今のはちょっといい事例ですね。はい、できました。あと仕上げはこのこれですね、わかりますかね、この白っぽいのが嫌な人はですね、綺麗くっきりにこう見せたい、テクスチャーを見せたい場合は強度を上げて色をですね、この色を濃くしてあげてスペキュラを下げると、はい、こんな風にできました。綺麗にね、できる。あとはこの蓋もこの部分も、これは、まあ、好き好きですが上げてスペキュラーでつけると、はい、こんな風に無駄な光がね入らない、ちゃんとマザイちゃんができました。はい、なんか飲みたくなりましたね、モンスターエナジー。よく私もスポーツとか1時間前に飲むんですけど、あとは動画編集でね、ちょっと打ち込むときなんかは、いいですね。はい。もう本当に、テーポリですよ、ほら。これぐらいで、頂点160、面130、三角面316と。まあ、もう一回、ちょっと見てみますけど、こんな感じかな。もうこれですもん。テーポリですね、結構。はい。こんな感じで、できちゃうんです。完成でございます。いや、皆様、お疲れ様です。以上で、モデリングは終了になります。